メシャヒブン、メシャヒブン、メシャヒブン。19世紀には、モアブヒとして知られたは、黒い玄武岩の石碑で、紀元前9世紀のモアブのメシャ王によって作成され、1868年に発見された。34両からなる。このヒブンは、フェニキア文字で記述されたものとしては、古代イスラエルから回収されたもののうち最大のもので、ある。それは、メシャによって、 紀元前850年頃、彼のイスラエルに対する反乱における勝利とモアブの独立を記録し記念するものとして、彼の元仕組んであったアハブの死後に作成された。石は高さ 124cm、幅 71cm で厚みもあり、上部は丸くなっている。それは古代のディボン、現在のヨルダンのマダバ県において、1868年8月に、 エルサレムのイギリス人宣教師によって発見された。しかし翌年、所有権をめぐる争いで、地元住民によって石碑は破壊されてしまった。しかしながら、によって、破片の多くは回収され、またすでに得られていた拓本によって、欠損部を補って碑文は復元された。拓本、未公開及び復元された、石碑、多くの出版物や百科事典で公表されているは、 現在、ルーブル美術館に存在する。碑文の記述この碑文は、列大きか3、4から27に記録されている、メシャ王の記述を補い裏付けるものであるとの解釈が可能であり、そのことによって、聖書考古学資料群の中でも、ひときわ顕著な地位を獲得する。しかしながら、それらに対する大きな意見の相違もある。聖書では、モアブを征服したのは、オムリノコアハブであり、 反乱は、アハブの子ヨラムに対するものである。さらに聖書では、ケモシュがメジャに勝利を与えるのではなく、ヤハウェがヨラムに勝利を与える。列王記によれば、メジャが自分の息子を神への生贄とし、それを見て動揺したイスラエルが撤退する。複数型を示す語尾イムが低いんとなる、等のわずかな相違を例外として、非文のモアブ語は、初期ヘブライ語の書式と同一である。 そこに用いられているモアブ語文字はセム系言語のうち最も古いフェニキア系の文字である。この文字形態の意味する事柄はアルファベット形成の歴史や当時のモアブの地における文化水準に関するとても重要で興味深い情報を提供する。このメシャ、オムリとアハブとの間で繰り広げられた英雄的な戦いを記録した古代の記念碑は紀元前850年頃建てられた。 そう、我々は、彼ら古代世界の労働者自身が時を刻んだ歴史、彼らの同時大臣が読み、彼ら自身が目撃者であった何千年も前の出来事を記した同一の石板を手にしている。1994年、ルーブル美術館にあるメシャヒブンとザ・ペーパースクイーズ・オブ・イット双方を調べた、あと、フランス人学者、アンドレール・メールは、メシャヒブンの31行目に、 ダビデの家とのフレーズが認められると報告した。ルメールは破壊された一文字、D アビット、冒頭の D を補填して、語句を解読しなければならなかった。三十一行目後方に位置する、その完成文は、ホロネンのために、彼ら、ダ、ビデの家に住む、アズフォーホロネン、ゼアリブドインイットザハウスオブ、ディー h D ビット、中、角括弧、で囲まれた文字や単語は、補いされた文字、 破壊されたか、あるいは失われた破片状のもの。大抵の学者は、他の、どの文字を補填しても意味をなす解釈がもたらされない、ことに気づく。バルク・マルガリットはそこに異なる文字メートルを補填しようと試み、その後さらにいくつかの文字で試した。その結果生じた読みが、今、法年は占領され、我が前人の、エドム人の、支配は終わり、縁を迎えた。 Now, ーネ was occupied at the end, d, of, my predecessor, s, r a by, イーダムアイツ。しかしながら、マルガリットの解釈は、学術的な出版物において大きな支持を集めることは、部下だ。2001年、別のフランス人学者、ピエール・ボルドルイユ。ただし、さらに後の時期に、ダビデの家へ、言及が、テルダン石碑断片上に、 アラム人である敵国の王によって記述された。この検事、メシャヒ文は、イスラエルの敵もアブ人の手からなり、同様に勝利を自慢する。もしルメールが正しいならば、タイム史1995年12月8日号が、述べたように、これらは、今や、ダビデ王朝に関する二つの初期参考文献である。一つは、メシャヒ文、前9世紀中頃、他方は、テルダンヒ文、 全9世紀中頃から全8世紀中頃。これら専門的議論の全貌については、ローレンス・ジェイ・ミカチュック、アイランティファイング・ビブリックル・パーシンズ・イン・ノース・ウェスト、サミーティック・インスクリプションス・オブ・ 1200-539B.C.E. アカデミア・ビブリカシリーズ、ナンバー12、PP-265 から277を参照せよ。1998年。 他の学者アンソン・レニーは、メッシャー分十二行目の二単語を、お、イッツ・デイビデック・アルター・ハース、これらダビデの家の祭壇の炉という、困らせる訳出をした。聖書のモアブ王、メッシャおよび、聖書の北イスラエル王国の王を無理と、メッシャー分内の人物の同一性については、とりわけメッシャー分の説話が、聖書の列王記歴代史の説話とうまく合致する子から、 学術的なコミュニティで一般に受け入れられている。しかしながら、メシャヒ文内のダビデの同一性については物味をかしたままである。この論争には、メシャヒ文31行目が断片的な状態であることから生じる側面と、1990年代から主としてヨーロッパの学者たちの間にあるヘブライ語聖書、旧約聖書の歴史的信頼性を問題にしたり、 知りけたりする傾向から生じる側面とがある。ヨーロッパにおいて、P.R. デイビス、トマス・エル・トンプソン、イエンス・ブルーン・コフォードや他のヨーロッパの学者たちはこの傾向とは無縁である。多くの学者たちが、一つ、あるいは他の傾向に傾くが、実際には、中立的立場を示す。外して、北アメリカとイスラエルの学者たちが、メシャ非分内の聖書のダベデオとの同一性を信じる。 ことを厭わない傾向がある。この論争以外にも、聖書中で言及された、ダビデ王の存在を確証する古代の碑文において、通常、メシャ碑文には、より少なく、テルダン石碑にはより多くの焦点が集まる。本文は、モアブ語で、文字を現代ヘブライ語に置き換えた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。